サロンキティは1930年代から1940年代にかけてドイツの首都ベルリンにあった高級召喚。1939年から1942年にかけての時期は SD 内部に置かれた情報部が経営を乗っ取り、情報目的で運営していた。ギーゼブレヒト通り11番地用人たちが使うような高級召喚を情報活動に使うというアイデアは、 新英体幹部で情報部門を掌握していたラインハルト・ハイドリヒによるものだが実行に移したのはその部下のバルター・シェレンベルクだった。ハイドリヒやシェレンベルクのアイデアは、ドイツ各界の要人たちや各国外交官らを避けと女性でもてなし、枕元で女性に対して、ナチ党や政府への率直な意見や不満、自国の内密の情報などを打ち明けるのを傍受して、 不満分子を摘発したり機密情報を得たりするのに役立てようという俗に言う筒もたせであった。召喚に SD のエージェントを浸透させるという案に対し、シェレンベルクは召喚そのものを SD が乗っ取り、経営することを主張した。乗っ取りの対象となった高級召喚サロンキティは、シャルロッテンブルクク・ギーゼブレ一通り11番地にあった。この地区は、 ベルリン西部の裕福な階層が暮らす地区で、サロンキティの主な顧客は、ドイツ各界の行為の人物や、各国の外交官などであった。乱熟したバイマル文化の残る1930年代初頭以来、この高級召喚を経営していた女主人は、1882年生まれのキティ・シュミットという人物であった。キティ・シュミットは、ナチ党の権力掌握以来、 他国へ亡命しようとする人々を密かに助けつつ、自らもイギリスの銀行へ送金を続けていた。彼女自身もついに国外へ逃げようとしたが、1939年6月28日、SD のエージェントにより、オランダとドイツの国境で逮捕され、ベルリンのゲシタポ本部へと送られた。シェレンベルクは、キティシュミットに面会し、サロンキティを SD に使わせて、 ナチ党の諜報活動に協力するか、SD への協力を拒否して、強制収容所へ送られるかの二者択一を迫った。SD はサロンキティを改装の名目で一時閉店し、その間に大量の登場用マイクロフォンを全館に仕掛けた。マイクからの送信線は地下室に引き込まれ、そこから顧客たちの話の傍受、監視を行うテーブルや録音用機器などが備えられた。 部屋へと続いていてたこの召喚でエージェントとして働く女性を確保するため、ベルリンの道徳警察が逮捕した多数の娼婦の中から頭が良い、他国語を理解する思想的にナチスよりなど、エージェントの素質がある者20人を選出した。彼女らは7週間にわたり厳しい思想教育や訓練を受けた。その中には各種の軍服の見分け方や、 単位のない会話から機密を収集する方法などもあった。彼女らは顧客を相手するごとに報告を行うことが義務付けられた。一方で隠しマイクが部屋ごとにあることについては知らされていなかった。1940年3月、サロンキティは営業を再開した。キティシュミットは何事もなかったかのように営業を続けるよう命じられた。ただし、私は ローテンブルクから来たのだがという合言葉を言った客に対してのみ普通の顧客には見せない20人の女性の情報が乗った冊子を見せるよう指示された。客はその中から一人を選んで夜を共に過ごすことになっていた。ナチ党や政財界の要人、軍部の交換、中ドイツ外交官らの間にサロンキティでは 用人だけの特別な合言葉を言えば、一般人には紹介しない襟抜きの女性を紹介してくれるらしいという話が広がり、サロンキティは一時閉店する前よりも人気のある店になった。サロンキティの傍受担当者は用人たちの会話数千件分の録音を行っている。顧客の中には、イタリアの外務大臣、ガレアッツォ・チャードがおり、彼はベッドで、相当アドルフ・ヒトラーの今後について、 見通しは暗いと率直なところを語っている。新英隊大将、ヨーゼフ・ディートリヒは一晩で20人全員の相手をしたいといい徹夜の乱行を繰り広げたが、何一つ秘密めいたことは口にしなかった。ラインハルト・ハイドリヒは何度かサロン基地に行って表面上は査察を行ったが、彼は自分が女性を相手している部屋のマイクの電源は切らせていた。 第二次世界大戦が進むにつれ、サロン基地の顧客は減少していった。1942年7月には、連合軍の空爆で、サロン基地が入っている建物に爆弾が落ち、同じ建物の地下への移転を余儀なくされた。1942年の終わりには、SD は、サロン基地での諜報活動を終え、もし秘密を漏らせば、 報復を行うと脅した上で経営をキティ・シュミットに変換した。20人の女性もサロンキティに残ることになった。サロンキティは戦後営業を再開し、経済の復興とともに、再び人気の召喚となった。1954年にキティが没した後はその娘が後を継いだ。キティは結局、存命している間は、戦中の活動については何も語らなかった。SD が、 召喚の経営を乗っ取り、要人に対する重宝に使ったというサロンキティの話は、ピーター・ノルデンが小説にし、ティントブラスの監督、ヘルムート・バーガーとイングリッド・チューリンの出演で、サロンキティというタイトルで1976年に映画化された。性的描写の多さなどから各国で議論を呼び、西ドイツでは、ナチ党のシンボルなどを多数取り除いた上で上映されている。 日本ではポルノ映画としてナチ女秘密警察セックス親衛隊という題名で劇場公開されているが CS 放送などでは現代そのままで放送されることがある。ありがとうございます。